お待たせいたしました。名古屋ドームです。中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツ、この試合の模様をお送りいたします。ドラゴンズの先発は右の梅津、対するジャイアンツの先発は左の高橋。この両投手の投げ合いです。さあ、間もなく試合開始となります。右の梅津、マウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは松原。背番号31。第4球を投げた、打ちました。三遊間のゴロ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番坂本。背番号6。第4球を投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。センター丸、背番号8。第4球を投げました、打ちました。1、2塁間へ、ビシエド、そのままベースに入って3アウト。梅津、今日は上々の立ち上がりです。2回の表、1点を追いかけます、ジャイアンツの攻撃。この回の先頭バッターは岡本。第9投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。まずは決めてきました。2球目ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。投げました、見送ってボール。第4球を投げました、152キロ直球、空振り三振。右バッターボックスはウィーラー。背番号48。投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。投球は3球目、投げた、打ちました、破った。中島、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから同点のランナーが出ました。投げた、打ちました、いい当たり、三遊間、ライナー破っていった。二塁はセーフ、大城ナイスバッティングです。ドラゴンズ同点のピンチを迎えます。背番号29。第9投げた、変化球ストライク、インローへ。第2球投げた、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。投げた、空振り三振、バッターアウト。先ほどのプレーです。2回の表が終わって1対0、ドラゴンズ1点リードは変わりません。ジャイアンツ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー高橋。第3球を投げました、打ちました、ショートバウンド、ボールを掴んだ。高松、うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って松原。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ボール。第5球投げました、打ちました、ファールボール。第6球を投げました、内角低めいっぱい、見逃し三振。ショート坂本。第3球はストライク、膝元厳しいところ、追い込んでいます。ボール。投げました、初球見逃し三振。梅津、最後は見逃し三振に仕留めました。3回の表が終わって1対0です。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは丸。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振。バッターは4番岡本。今日の第1打席はスイングアウト。投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。梅津ナイスピッチング。バッターは5番ウィーラー。第4球を投げた、打ったいい当たりだ、抜けた。ウィーラー、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから同点のランナーが出ました。6
バッターは6番中島。これが2度目のバッターボックス。初球ストライクから。第2球流し打ち、ビシエドバックしていった。1・2塁間ライナーで破った。ウィーラー3塁を狙う。中島ナイスバッティングです。ドラゴンズ同点のピンチを迎えます。左バッターボックスは7番大城。大きな声援が届いています。第3球アウトロー際どい球ボール。第4球を投げた。外角低めいっぱい、見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。さあリプレイです。4回の表が終わって1対0、ドラゴンズ1点リードは変わりません。5回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは吉川。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。3球目ストライク。第4球を投げた。打ちました。ショートバウンドボールを取った。高橋軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー高橋。投げた。直球見送ってストライク。軽く追い込んでまいりました。投げました。一つ外した。ボール。投げました。内角低めいっぱい、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。インロー外れてボール。投げました。打った。高松掴んだ。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。梅津三者凡退に抑えています。5回の表が終わって1対0です。試合は後半6回に入ります。この回のトップバッターは坂本。ここまで2打席連続三振。投げました。スプリット空振り三振。坂本全くタイミングが合いません。第2球投げました。直球ストライク。インローへ。もう追い込んでいます。投げた。見逃し三振。梅津見事なピッチングです。バッターは4番岡本。ここまで2打席連続三振。第4球はボール。投げた。インコース低めいっぱい、見逃し三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。梅津この回見事な投球でした。6回の表が終わって1対0です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターはウィーラー。投げた。低め外角ストライク。まずは入れてきました。投げた。打った。強打。ボールを掴んだ。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番中島。これが3度目のバッターボックス。第3球を投げた。アウトロー際どい球ボール。投げました。ボール。次は5球目。内角低めいっぱい、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。投げました。打った。流し打ち。これは内野ゴロ。あっと抜けた。大城いいバッティングを見せました。バッターは8番吉川。今日は三振とサードゴロ。ストレート見送ってストライク。いきなり153キロ。打った。痛烈な当たり。ヒット。ボールは中継。吉川ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。バッター亀井。第3球を投げました。まっすぐ見送ってストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。流し打ち。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。最後はいい守りを見せてくれました。ジャイアンツ追う展開で迎える8回です。バッター中田。第3球を投げました。これは引っ掛けた。ファール。次が4球目。投げました。見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。第5球投げた。アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。センター丸。第6球を投げた。アウトコース低め、見逃し三振。
先ほどのプレーです。梅津連続三振で切り抜けています。8回の表が終わって4対0です。いよいよ最終回を迎えました。トップバッターは岡本。ここまで3打席連続三振。投げた、見送ってストライク。第5球投げた、ストライク。第6球を投げた、変化球、空振り三振。4連続三振。さあリプレイです。バッターは5番ウィーラー。今日4度目のバッターボックス。投げました、打ちました。1・2塁間への当たり、アウト。ビシエド、そのままベースを踏んでアウト。バッターは6番中島。ドラゴンズ、ここは何としても抑えたい場面。投げました、アウトコース低め、ストライク。さあ次が最後の投球になるか。ボール。投げました、打ちました。強打、取った。ショートから一塁送球、アウト。試合終了です。梅津見事な完封勝利。ドラゴンズ見事勝利です。ドラゴンズが勝ちました。勝利投手梅津、敗戦投手高橋でございました。ビクトリー。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。